フェザーパッドは GNU、GPL GN の下で利用可能なフリーソフトウェアのテキストエディタ。イランのペドラムピラングによって開発され、キューティーで書かれている。また、フェザーパッドは依存関係が少なく、どのデスクトップ環境からも独立に動作し、フリーブズド、Linux、Hipe OS、MacOS で利用できる。フェザーパッドは、 LXQT に使用デスクトップ環境を変更した18.10以降のルブンチュでデフォルトのテキストエディタとなっている。ルブンチュは以前、ルクストのリーフパッドという GTK ベースのテキストエディタを使っていた。また、フェザーパッドはデビアンやウブンツのパッケージレポジトリにも含まれている。ピラングはテキストエディタの間に見られるギャップを埋めるために本プロジェクトを開始した。 彼は多くの多機能なテキストエディタがラムインテンシブで鍵となる機能を書いていると考えていた。フェザーパッドの開発は2016年にスタートし最初のリリースバージョンが公開された。この最初のバージョンは GTK で書かれたシンタックスハイライティングが含まれている。GTK3 の導入に合わせてフェザーパッドは書き直されたがピラングはキューティーさらに柔軟であると考え、 2017年4月のバージョン0.6から C で書き直され QT にポートされた。フェザーパッドは2019年8月にリリースされたバージョン0.110から半スペルを使ったスペルチェック機能を追加している。フェザーパッドは英語に加え21の異なった言語に翻訳されている。ハイク OS のサポートはカラベルによって GitHub で書かれ、MacOS のサポートは、パーベルシュライアックによって追加された。フェザーパッドの将来の開発目標は、カスタマイズ可能なシンタックスハイライティング、仮想デスクトップへの対応、ウェランド下でのタブのドラッグとドロップへの対応を含む。ありがとうございます。